ティーザーン。ジョーさん、ちょっといろいろやられたんですが、今回はですね、このベテラン T 岡田選手を使っていきたいと思います。もう見てわかる通りね、バカ強いんですよ。しかも3年ぐらいずっとこの能力なんですよ。そう、T 岡田選手って2021年にね、まあ、プチ復活というか結構復活したんですけど、その能力はね、未だに残ってまして、まあ、よく言われてるのは許されてるんですよ。っていう T 岡田選手ね、今日は暴れていきたいと思いますよ。ストレート詰まりながらですが、打感がめちゃくちゃいいのでセンターの横、にゃー、ちょ今のも通信エラーで無効にしてくれよ。さあ、ダルスキやっていきますね。最近私もう1試合目にね、全くと言っていいほど打てないんですよ。もしかしたらね、視聴者の皆さん今10秒スキップされてるかもしれないんで、もうここに逆運と言わせようと、俺は1試合目でもね打つんだぞってところを皆さんに1回見せておかないとね、ちょっとまずいですよと。1塁線はファール。そう、ミートの打感もね、めっちゃいいんだよね。おい、ミートがクソ豆粒だけど思いっきり引っ張りたい。うわっ、よっしゃねー。さあ、2試合目やっていきます。佐々木朗希ですね。お構いなし、もはやフォーク系は得意なんでね。このボール、さあこのボールね、なんか飛びやすいんですよね。実はね、俺さっきの試合から全然打ててないんだよ。わー、本当に全くで言っていいほど打てねえんだよ。さあ、ということで、大之介、ここを頼む。そろそろ一本と。さっき主役ルーティーでなさすぎ。頼む、なにわの5ホール。5ホール、セカンドの頭上、これがプルヒット、ナイスバッティング。そう、まずはね、パン中で見せますから、私のチャンネルは。龍馬、ナイスバッティング、レフトの前さ、この辺りなら帰ってこれる。そう、こういうね、走塁意識もね、だんだんね、皆さん覚えていてください。これ重要ですよ。さあ、朗希から打ったカーブとはいえ。さあ、3試合目やっていきます。絶対ホームランですから。今日こそ打つから。ああ、やっぱね、外角は遠いんですよね。やっぱ一応パワープルでもプルヒはインコースを打っていきたい。まあ、ただね、外角を引っ張ってもホームランになるんですよ。いやー、ただちょっと外角、それは厳しいって。やばい、ピッチャー正面、これはバント失敗。しかもゲッツー。やばい、T さんごめん、バント決めれんかった。はあ、いや、ただね、そのね、超外角っていうのはね、やっぱプルヒ難しいんですよね。引っ張っていこう。引っ張っ、やばい、最近打てなすぎる。お、逆方向、今井から逆転ツーラー、セデージョ、やべえ、セデージョマジで。おー、杉本も行った、同じところ。あそこの観客めっちゃ嬉しいね。おい、なんで2連続で今井なんだよ。もうボコボコにしちゃうんよ。OK, OK, あついに先行だからね。サンドスキが来る。ああ、縦すらやっば。ただ狙いは変えないよ。まあ、トングーの方がいいとは言わせたか。入んねえの。しゃあ、紅林、今度は行ったでしょ。今度は行ったでしょ。いや、これも行かない。なんだそこ、風吹いてんのか。さあ、ここで決めようではないか。チャンスで T 岡田です。おい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 、空振り三振。さあ、これが運命のラスト打席です。もう今井がマジで打てません。信じられないほど強い。ストレートいったー、ライトへー。これが T 岡田来た。確定じゃないけど、やばい、脳汁が、やばいぐらい脳汁が出る。 T 岡田のホームラン、やべえ、今のインコースさばき見た、あれ。あ、やばい、酸欠だ。あ、やっといい終わり方できる。これでこそ T 岡田ですよ。ということで、皆さん、全然強いんでね、代打とかでぜひ使うのが一番いいかな。ぜひ皆さんも T 岡田使ってみてください。もう T 岡田がもう大量得点だよ。あ、よかったよかった。もうなんか急に打てるようになった。T 岡田ありがとう。ということで、今回 T 岡田でした。ありがとうございました。